PSG 対入荷する戦をさばいた VAR、処分を受ける。昨夜 PSG の PK を裁定した VAR は、今夜のレアルソシエダ対 RB ザルツブルク戦で同じ役割から外された。罰金を貸してもいいんじゃないか、審判たちがやったことはあまりにも露骨だった。入荷するに勝ち点3を与えてくれ。VAR は良いアイデアですが、人間がそれを実行すると、常に偏見、主観的な解釈、そして無能の影響を強く受けてしまいますね。VAR システムに関して私たちが抱えている問題は人的ミスです。すぐに解決されることを願っています。そうしないと、美しい試合が台無しになってしまいます。VAR のことは忘れてください。彼らだって人間です。彼らではなく、背後にいる人々を責めるのです。ペナルティを与えない権限は審にあるのではないのか？ VAR は審にレビューを依頼しました。審判には判断を退けるする権限があったのに、なぜ実際にはレビューを求めた人が罰せられるのか？これはあからさまなスケープゴートである。決して排除されるべきではなかった。彼は素晴らしい決断を下した。誰も文句を言うべきではなかった。主審も外されるべきだ。アーセナル戦でゴールを与えられた時、ニューカッスルは VAR を祝っていた付けは必ず回ってくる。ニューカッスルオーナーが VAR 担当者に。私は審判の決定を尊重します。VAR は論争に満ちている。